言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。1個前の動画で出かけると言ってもうお前帰ってきたんかいって話ですけど、あの歯医者に行ってたんでね、あの歯医者でいろいろやってきまして、まあ治療終わったんで戻ってまいりましたと。そしたらね、もう情報がたくさんありましたよ。今回の情報もそうなんだけど、まだあるんですね。はい。でやっぱね、あの BE:FIRST の話をするのはいくらでもできるなっていうのがありますよ。まあ今最近はね、いろいろ自分でも考えがあっていろんな人たちの動画撮ってますけど、まあ改めてベストだなと自分で思ったりするところです。で今回もまた情報とかね、もろもろいろいろと見たいので、またラジオ配信で失礼しますけどもね、まあそんな感じでございます。で見ての通りですね、 BE:FIRST レオ月曜日ラビット初戦やばいですね。もう本当にあの木曜のラビットでね、サブスクアーティストっていう風に言われてましたが、まさに本当にそうなってきてるなみたいな。ただツアー中でね、忙しかったりもするので体調とか整えてもらってとかまあありますけどね。まあ休みいらないっていう風にもともと言っている人ではあるけどね、でもまあやっぱり無理してるところももしかしたらあるかもしれないからね、そこは本当にね、あの気をつけてもらいたいなと思いますしね、私たちもできること少ないけど、なんか支えられることあったら支えていきたいし、まあそうですね、あの変なことはあんま言わないようにしていきたいなっていう。まあ、ね、私の動画見てくださってる方は変なこと言うタイプの人はほとんどいないんだけどさ、はい、むしろ私がたまに言っちゃうぐらいで、最近少なくなってきたけど、はい。でね、月曜日ラビットに関して、ラビットをまあ金曜日だから、もう今の時間が11時26分なんで見ていた人がいて、予告編でやっていたみたいで、で BE:FIRST レオとかで、 BE:FIRST レオラビットとかで検索すると X とかで、そうするとね、結構それの話がね出てきますよ。で丸山桂里奈さんがゴールデンラビットで、まあ、レオくんの優しかったって話であったから、丸山桂里奈さんが月曜日ラビットいらっしゃる、あ、ありましたね、1月25日で、これだ、結構最近だ、レオくんマジかわいいな、性格もかわいいマジでみたいな感じのところでございましてね、うん、っていうことなんですけど、まあそうですね、月曜日のラビットに出るって話で結構いろいろあって、画像とか載ってるのもありますね、ツイッターの方で、 X ですね、どうしてもツイッターって言っちゃうんだけどな。ちょうど今ツイッター X を見ていて、矢吹奈子さんと、矢吹奈子さん月曜日出られるっていうことで初参戦って書いてますね。あ、マジ肉調査隊じゃないですか。まあ、今回はそこじゃないわけだけど。あ、多分、スタジオゲストっていう形になるようなので、矢吹奈子さんは、ロケの方、モグライダーのモグ散歩 in 雑食商店街って書いてあるから、そこに矢吹奈子さん初参戦みたいな感じで、あ、マジ肉調査隊だけじゃないんですね。まあ、そんな感じなので、まあ、スタジオゲストかどうかわかりませんが、そういうことのようですね。で、レオくん、月曜日のラビット、もともとゴールデンラビットで、あれですよ、なすなかにしさんの、那須さんの方でしたっけ、ちょっと体調不良でお休みされて、代打で出られていたというところで、そういえば、なすなかにしさんの中西さんがね、そもそも木曜日の、コーナーで来てましたからね。はい。何ゲームでしたっけ、あれか、太陽の小町エンジェルゲームでしたっけ、もう すごいゲームだなと思うけど、もうほぼ居酒屋のノリだって思ったりするけど、なんかでもなんじゃもんじゃもそうだし、あの太陽の小町エンジェルゲームもね、あれもそうだけど、あのどなたかが言ってましたけど、ラビットのあのわちゃわちゃ感とかも結構わちゃわちゃになる感じって BE:FIRST の空気が似てるなっていう話をしていた人がいて、それはまあベスティはラビット好きになりますよね。なんかそのね、あの ラビットのあのキャラクター、ウサギも可愛いしね、BE:FIRST もなんか動物の森感があるので、あのラビットも動物の森感すごいですからね。うん、個人的にだから、あのマジ肉調査隊もね、あの矢吹奈子さんもだから、あの動物の森のね、女の子系の動物で、あの小さい動物系だったりで、レオくんが大型動物みたいなね感じの、あのそういう動物の森10人に見えるので、その感じも好きなんですけどもね。本田仁美さんもそうだったりするけど、まあそれは別の話になってしまう。うん、で月曜日ラビット出るということで、1月29日ですね。そうだからまあ、今日が1月の26日でございますんで、まあ、1月29日のラビットの予告っていう形で、それで見たっていうことみたいなことですね。
はい、ということでございます。いやでもラビット本当にね、あの私たちベスティとしてはもうね神番組でございますわ。普通に面白いしね、大体ね。あとはまあちょっと前に出たあのリアルサウンドさんの記事があって、ビーファーストレオがラビットにフィットする3つの理由みたいな感じの記事、高橋あずささんですね、あの結構ボーイズグループ関連の記事でポジティブな記事いっぱい書いてくださる方ではありまして、まあ、ちょっとねあのタイミング的にあの紹介することはなかったんですけど、まあ、内容的にはねご自身で読んでいただくっていう形があってもらってですね、まあ、瞬発力があるリアクションっていうところの部分がそのレオくんのバラエティ、特にラビットにハマっている感じの、まあ、理由みたいなところで書いてありますね。うん、っていうことで、そう瞬発力があるリアクションっていう形で言うとね、もともとザ・ファーストの時もそういう感じもありましたしね、うん、ザ・ファースト話をしたのでねちょっと言いますけども、スカイハイがね、あの竜兵くんを見て才能を見つけてしまったみたいな感じだったわけですけど、あれじゃないですかね、ラビットとかそのバラエティ関連にいる人たちにとってはレオくん見つけて才能を見つけてしまったみたいな感じに思ってる人結構多いんじゃないかな。だって結局のところレオくんもね、そういうまあバラエティとかに特化したそういう訓練とは言わないか、そういうトレーニングとかはしていないわけだからね、うん、それはすごい面白いなと思いましたよね、思いますよね。で、ツイッターで X でレオくんに関する話でベスティの方は当然いっぱい反応はしてるんですけど、ベスティじゃない方、ツイッターのそのプロフィールとか見るとベスティかそうじゃないかってわかるわけで、そこのプロフィールにまあいろいろ他のラビットファンみたいな感じとか、あの旧ジャニーズのファンだったりとか、あのグループのいろんな人たちがいて、なんかロックバンドのファンとかそういう方もいて、ラビットは見てるみたいな人もいたりとか、そういうの面白かったんですけど、あのベスティではない方たちの X の投稿をちょっとまとめさせてもらいました。で、なんかレオくんが今までにないタイプのタレントすぎて面白いって話 で大食いとして知られてるけどコメントと反応めっちゃおもろいみたいな感じでいらっしゃいましたね。まあ、大食いね、まあ、あのキャラクター的にねたくさんご飯食べるキャラクターでラビットではありますけど、まあ、ここはねあのシュント君とか食べるもっと食べる人いるけど的な話は置いときましょうね。ここはあのそういうバラエティ的なあれなんで、コメントと反応が確かにすごいいいっていう、さっきのねリアルサウンドの高橋さんの記事のあれでもそうだけど、まあリアクションっていうのが瞬発力があるっていう話の部分だったりすると、うん、でなんかレオくんが出演するたびにいい兄ちゃん株が上がっていくっていう、これもすごいことですよね。なんか普通だったらたくさん出てくると、まあ性格悪い人にとっては何でしょうね、こうあのゴリ押ししてるみたいな感じで撮ったりとか、そういう風に撮る人もいるだろうけど、ラビットファンからそういう感じの意見出ないし、実際に面白いし、あのベスティのフィルターかけなくても普通にレオくんあの番組に合ってるなと思ってるしね。で、BE:FIRSTのレオくんとてもいい子だねとか、面白いな、きっといい子なんだろうなっていう、いい子っていうね、そういうの多いっすよね。あのノンスタイル石田さんのね、あの苦労したエピソードの時とかのあのコメントめちゃくちゃ良かったっすもんね。あの苦労したこととかも今笑いに変えられてて、それすごいグッときてるみたいな、感動してるみたいなね。うん、あのもやしすき焼きも普通に美味しいって食べてたしね。てか石田さんのお母さんってすごいっすねそれはまた別個の話だけどさ。うん、でなんかあれですね、で今見てたけどレオくんってこうめちゃめちゃいい子だったみたいな、ダンスもうまいと印象に残ったか、押そうと思うみたいな、押すっていうねあの形で言ってらっしゃいます。ダンスそうですね、あの結果的にあのメインストリームの MV というかねかかったんでね、うん、ちょっとだけあれは嬉しかったですね。でレオくんって天然さんなのかなみたいな、まあ天然さんのところは、まあ、BE:FIRSTはみんな天然さんかもしれないけどね、うん、レオくんもそうかもしれない、食べてる姿もリアクションもめっちゃ可愛いよねっていう、で BE:FIRSTラビット出てなかったら知らないキャラだったみたいなことでございました。うんまあそうですよね。でもラビットのおかげでね、音楽番組とかでもあラビットで見たことあるレオくんが出てたみたいな、そういうのあって、ハイ&ローンのねあのりょうきくん出てたっていう話で、天海出てたみたいな話でね、それであの LDH ファンから見つけてもらったりもあったけど、まあレオくんりょうきくんはやっぱりその辺すごいですね。うん、あと、レオくんほんといい子だねっていう、ダサいタブなモリモリ食べるし、見ててめちゃくちゃ気持ちがいい、コメントも上手、BE:FIRSTの方でお笑い担当なのかなっていうね風に言ってるけど、まあお笑い担当な、あのどうだろう、まあ7人全員いるし、担当とか特にないけど、でもこれレオくん喜びそうですね、なんかお笑い担当みたいなそんな感じだとね。
まあ、7人のね、中で言うと、大体ツッコミ役とかまとめ役に回らざるを得ないというかね、そういうことになりますけど、うん。まあ、どうしても BE:FIRST はみんながわちゃわちゃしているから、ね、お兄ちゃん的な感じになるけど、もう完全にね、ラビットではね、弟の方になっているというか、レオ君がな、年上の人たちと一緒にいる感じの弟感で出ますよね。まあ、BMSG で言ったら、翔太くん、アルザ翔太くんだったりとか、それから、エンティーのケイくんだったりとかね、うん。そう、なんか、弟感のあるレオくんも私は好きだなと思っていますよ。はい。で、やっぱり、いろいろとコメントを見た感じで、私も思うのは、やはりこう、今まで見たことないタイプのタレントっていうところですよね。そう、アーティストっていうかタレントっていう感じで書いてもらっているのも、まあ、ベスティーではないからこその、そういう視点だと思うんですけど、そう、アーティストもね、タレントもやっぱりね、テレビを見る人にとってはね、やはりこう、芸能人っていう部分で同じだったりするし、私たちベスティーとしては当然アーティストっていう部分が先に出てくるけど、やっぱテレビに出て、しかもバラエティだからタレントっていうことでね、それで言うとね、りょうきくんに関してはやっぱりね、こうね、俳優として、まあ、三山りょうきとしてっていう部分で、その話も実はあるんだけどね、先ほどあったんで。そう。だから、そういう形なんで、確かにああいう本当に、なんでしょうね、すごくいい人っていうか、そこもそうだし、いい子だし、本心で言ってるっていう、タレントなので、やはりこう、多少演じたりとか、テレビ用のそういう感じの部分っていうか、そういう感じにするっていうパターンっていうのもあるじゃないですか。それはそれで全然良いことなんですけど、タレントはそれが仕事でもあるし。でも、レオ君は、そうではないのだろうなっていうのがあるわけじゃないですか。で、私たちはベスティーであるからして、まあ、ベスティーじゃない方が見てくださってる、聞いてくださってるかもしんないけど、まあ、レオ君がそういう人だってのは知ってるんだけど、知らないじゃないですか、ベスティーじゃない方はね。でも、その人たちが見て、すごいいい子だなっていう、いい子なんだろうなとか、優しい子なんだろうなっていうのが、それがわかるっていうのは、当然レオ君の、存在がそうだからですよね。で、もちろん視聴者だけじゃなくて、そもそもタレント、同業者がみんなレオ君好きになってるっていうのがね、それが本当に素晴らしいことだと思っていますんで、うん、そういうことですよね。本当に今見たことがない感じの人だと思いますしね。よく BE:FIRST の太陽っていう風に言ってますが、本当にそうだろうなって思ってますよ。はい、という形でございます。まあ、以前ね、私もコメントでいただいたんですよ。まあ、やっぱりね、私は前押しではあるけど、箱押しではあるけど、蒼太くんよりで、もともと来てますよ。今ももちろんそうです。でも、いつしかね、蒼太レオ推しというか、蒼太レオ寄りになっているんでね。それも私もレオくんのね、人心掌握術といいますか、人たらし的なあれといいますか、魅力にやられた方なんだという自覚はございますんで。はい。ということで、はい、レオくん、まず月曜日ラビット出演、1月29日の話。まあ、ぜひ、X で、レオ月曜日ラビットとかで、検索してもらうといろいろ出てくると思います。はい、参考にしてください。はい、で私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。